マン振り返りの31回目になります。今回は、このシンボルの構成要素というセクションの、途中から、ここからになります。で、前回は、このあたりの、マニュアルの書きっぷりを見て、例えば何々はできませんということは書く必要ないんじゃないかとかですね、そういったことをぐだぐだ話していた思いがあります。で、できませんっていうことを書く必要があるのかっていうことなんですが、こういったマニュアルでそのできないことまで書き始めるとキリがないと。まずはできることをちゃんと書こうっていう意味で、そういう話をしました。できることを書くというのも難しい、ある意味難しいのかもしれませんが、はい、では今回ここから、続きをやっていきたいと思います。表示名セルはシンボルの名前である文字列を保持しています。で、表示名セルというのは、これのことですね。シンボルネームのことになります。で、シンボルはテキスト上はその名前で表現されるので、二つのシンボルが同じ名前を持たないことが重要です。リスプリーダーがこのことを保証します。シンボルを読み取るたびに、新たにシンボルを作成する前に、指定した名前のシンボルが存在するかどうかを調べます。GNU/Emacs では、GNU/Emacs Lisp では、これはハッシュアルゴリズムとオブジェクト配列、オブアレイを使う。で、Emacs Lisp 上で、シンボルの管理をするのに、ハッシュアルゴリズムを使っています。要するにハッシュテーブルだと思います。で、ハッシュテーブルのことまで、というかハッシュテーブルとは何かということまで説明してると大変なんですけども、この動画をもしプログラムを全く書いたことがない人が見るとすれば、ハッシュなんてものは知らないかもしれない。
ただ、このマニュアルには、確かハッシュテーブルのことを書いたところが、最新のマニュアルではこのハッシュテーブルというチャプターがあるんですけども、なので、最新の方のマニュアルにも当然ハッシュテーブルというチャプターがあります。で、ただ EMAX20 のマニュアルにはなさそうなので、それはシンボルの、ここで書いてるハッシュテーブルというのは、シンボルの格納方法とか、管理方法とは違う話なんですけども、話の流れで、この話をした方がいいと思えばやるかもしれません。で、ハッシュというのは簡単に言えば、写像ということです。シンボルが仮に、100個あったとして、それを100個の、100個の、このテーブルで管理するのであれば、ハッシュは必要ないです。で、ハッシュが必要になるのは、100個のシンボルを、例えば10個のテーブルで管理したいような場合。で、しかも、その名前から、直接、それを見に行くという。要するにハッシュ値をもとに、テーブルに格納して、参照する場合は、直接そこを見に行くというような、そういうロジックのことをハッシュと呼んでますけども、
話の流れで説明した方がいいと思ったら、まあここの話もするかもしれません。それで、普通の使い方では関数セルには関数やマクロが入っていて、リスプインタープリターはそのように仮定します。シンボルの関数セルにはキーボードマクロ、キーマップ、自動ロードオブジェクト、ま、自動ロードオブジェクトなんていう言い方はあんまりしなくて、普通はオートロードと言うと思いますが、まあ、オートロードが入っていることもあります。関数4といった場合、実際にはシンボル4の関数セルに入っている関数を意味します。必要な場合に限って区別します。この区別というのが何を区別しているのかはちょっとよくわかりませんが、まあ、とにかく、まあ、関数セルには、まあ、実行可能な関数やマクロが、まあ、主に設定されているんだということです。で、属性リストセルには通常正しい形式の属性リストが入っている必要があり、さまざまな関数がそのように仮定しています。まあこの言い方もちょっと気になるんですけども、要は、いろいろなその関数は、シンボルに、正しいこの正しい形式の属性リスト、要するにプロパティリストが、設定されているということを、まあ、前提に書かれている。この正しい形式の属性リストというのは、まあ、ちょっと属性リストのセクションがあるのでそこでやりたいと思います。で、関数セルや値セルは空でも構いません。ボイドでも構いません。構いませんというか、シンボルを作ったときに、まあ、前回試したと思いますが、関数セルにはニルが入ってました。値セルはボイドでした。まあ、この記述が間違いなのかどうかはちょっとわかりませんが、前回シンボルを新たに作った時はそういう風な設定になってました。つまりセルはどんなオブジェクトも指していません。
要するにボイド、セルが空だということは、そのセルは、何も指していないんだということですね。まあ、当たり前かなとは思います。で、このことはシンボルボイドを保持しているとか、シンボルニルを保持しているのとは違う。このシンボルボイドというのと、セルがボイドであるというのは違いますよと。これは、この文脈のボイドは、空、セルが空という意味ではないということを言ってると思います。で、空である関数セルや値セルを参照すると、その結果はシンボルズ・バリュー・アズ・バリアブル・イズ・ボイド。のようなエラーになります。まあ、今のところの書き方が正しいのかどうか。もともと存在しないシンボルのシンボルファンクションを参照すると、まあ、ニルが返ってきます。で、これはニルっていうのはボイドではないので、エラーにはなりません。で、おそらく、まあ、このシンボルは、値を参照しようとすると、まあ当然エラーになります。まあ、ここにはシンボルズ・バリュー・アズ・バリアブル・イズ・ボイドと書かれていますが、まあ、これはボイドバリアブルと。表示されています。なので、空である関数セルや値セルを参照すると、ではなく、空である値セルを参照すると、になるんじゃないかなと思います。関数セルは空ではありません。なぜそうなるのかは、わかりません。
まあ、もしかしたら、EMAX リスプ上の、単なる、もう仕様ですと言われるともうどうしようもありません。で、4つの関数、シンボルネーム、シンボルバリュー、シンボル P リスト、シンボルファンクションはシンボルの4つのセルの内容を返します。で、以下にシンボルバッファーファイルネームの4つのセルの内容を表示する例を示す。まずシンボルネームは、これは、まあ、バッファーファイルネームです。で、シンボルバリューは、ニル。で、まあ、これは、ここの結果とちょっと違いますが、まあ、スクラッチバッファーでやってるので、要するに、このバッファーに、ビジットしてるファイルが、まあ、ないということで、ニルが返っています。まあ、何かのファイルを開いたバッファーであれば、ここにはファイル名が出てくると思います。で、次がシンボル P リストですが、マニュアルの例とはかなり違う情報が返ってきます。で、最後のシンボルファンクションは、まあ、バッファーファイルネームというのは、プリミティブ関数。まあ、バッファーファイルネームというのはどうも C で書かれてる。
ちょっとさっき間違ったことを言ったと思いますが、このシンボルバリューのところでニルが帰ってきたのは、このバッファーには、このバッファーはファイルを読み込んでないからだということを言ったと思いますが、それは間違いです。このバッファーファイルネームというシンボルの値はニルであると。いうことです。で、まあ、それはなぜかというと、これは関数名だからですね。なので、値セルには何も入っていません。何も入ってないというか、まあこれは普通に関数名なので、ボイドでもおかしくないと思いますが、ニルが設定されているようです。で、まあこれを関数として実行した場合は、このスクラッチバッファーには、ファイルは関連付いてないと。なので、バッファーを保存しようとすると、まあ、こういう風になる。まあ、セーブバッファーというコマンドが動きます。で、このシンボル、このシンボルと言ってるのは、このバッファーファイルネームというシンボルです。カレントバッファーで訪問しているファイルの名前を保持するので、値セルの内容は本書。Emacs Lisp マニュアルの本書のソースファイルの名前です。またさっき言ったことと食い違うことがここに書いてありますが、まあこういうことのようです。で、属性リストセルにはリスト、バリアブルドキュメンテーション29529というリストが入っていて、ドキュメント関数に対してファイルドックバージョンのどこに変数バッファーファイルネームの説明文字列が入っているかを伝える。で、まあ、最新の Emacs では、このバッファーファイルネームのことは、この位置に、ドックファイルのこの位置に書かれているという意味になるようです。
まあ確かに、ここにバッファーファイルネームと書かれているので、まあここに書いてあることは、まあ本当なんだなと。で、関数セルにはファイルの名前を返す関数が入っています。バッファーファイルネームは基本関数の名前です。まあ、先ほど見たヘルプでは、プリミティブファンクションになっていました。で、これには入力構文はなく、ハッシュ記法、で表示されています。まあこのハッシュ記法というのはこれのことを言っています。リスプで書いた関数を表すシンボルでは、このセルにラムダ式あるいはバイトコードオブジェクトが入っています。で、まあ、それというのは、まあ、例えばこういうオブジェクト、になります。で、まあ、こうなるのは、まあ、こういうふうにラムダ式を、まあ、関数セルに設定したから、まあ、こういうふうに表示される。あるいはこれがバイトコンパイルされている関数であれば、ここにバイトコードが表示される。まあ、そういうことが、まあ、ここには書いてあるということになります。で、次はシンボルを定義するというセクションになりますが、まあ、また時間が、まあ、かなり経ったので、今回はここで切りたいと思います。ELJ1 振り返りの31回目はここまでにします。